ー、それじゃあ今夜も最高のマッチアップ楽しんでおくれよ。まさかユキって。結城ってあんたの先生だったんだって。そうやっていつも自分の拳しか見ていない。だから相手の正体を見抜けないのよ。どういう意味だ。さっき結城の体を点検してた泰山先生が言ってた。体に骨折の跡が一箇所もないって。ドラゴンヒートに出るファイターの中ではかなり珍しいことよ。そんなわけないぜ。散々生徒にやられてきたのにって言いたいのよね。ま、急所を巧妙に守ってたんじゃない。まさかあいつがそんな真似を。泰山先生言ってた。結城って学生時代空手と合気道両方を極めた人間らしいじゃない。だったらできない術じゃないわよ。あれ、また怖くなった。うっせえ。あの野郎いろいろやってやがったのか。じゃあ上等だ。遠慮なくやってやろうじゃねえか。知られざる因縁の対決が今ここに実現。オンザテー、体罰という名の暴力で生徒に怪我をさせ関西の教育界を追われた男、元暴力教師。元暴力教師だと。ドラゴンヒートハスキンザン結城真澄。かつて往復ビンタで生徒をノックアウトした結城が今宵ついに拳でワールを構成だ。どうだ、最高のマッチメイクだろ。お前もあの教師にはいろいろと恨みもあるだろ。お前が少年院に入るきっかけの事件は通報したやつなんだってな。だがやつの恨みはそんなもんじゃない。今宵拳を奪われた元暴力教師はガキどもに足蹴にされ続けた積年の鬱憤と悔しさをここで晴らさんと一気に爆発させるんだ。リングでその恐怖を存分に感じてくれ。あんたらよくもあんな相手を探してくるぜ。言っただろう、私はエンターテナーだってな。だが相手は空手5段、合気道5段。格闘技の実力と経験はこれまで倒した2人より申し分なく数段上だ。どうする達也。さあどうする。ぶっ殺す。はい、セルラ、もうやつに説明はいらないぜ。あのヒューガを下した男、オンザヘッカムロの恐竜右京達也。本性を表した暴力教師を倒しドラゴンヒートのニュースターの座を獲得するのか。さて気になるオッズはどうだ。おっと、やはり場内は達也優勢。しかし君たちだって分かってるはずだ。今までいくつの番狂わせを見てきたことか。いつだって最後に立ってるやつは分からない。そう、 Only God knows。 なんで今までやり返さなかった。てめえ空手と合気道。バカなガキに言っても分かるまい。どうせ学校をクビになるのが怖かったんだろ。所詮てめえはヘタレ教師だ。どうやら少年院では全く更生できなかったようだな。その腐った根性を叩き直してやる。鉄拳制裁だ。
結城は合気道の達人よ。文句あんのかこれ。組まれたら最後、右京逃げられておしまいよ。お前には指導が必要だ。誰かに戦って。
父。やるじゃない。何が来るわよ。今宵ドラゴンヒートでニューヒーローの称号を手に入れた男、勝者カムロの恐竜右京達也。久しぶりに見たけど、いやますます面白いね。あの右京とやら勝ち続けると思うかい？どうかしら、筋はいいけどそんなに甘いところじゃないでしょ。ドラゴンヒートは君のタイプじゃないかい？腕力だけの男より財力の方がいいかしら。イサムさん、いい加減にお名刺ちょうだい。はあ、また忘れちゃった。今度、また今度ね。やるじゃねえか。でもなんでここまでやれんのに、俺に今までそれを隠して。負けは認めるが、聞いてくれるか。俺も最初はお前と大差ない悪だった。だが大学の空手部でしごかれ、殴られていくうち甘えも消え、俺は立ち直れた。あることを知ったおかげでな。何よ。拳とは全て同じじゃないってこと。同じじゃない？そうだ。思いのある拳は暴力じゃない。時として人を成長させる。俺自身身をもってそれを感じた。思いのある拳。それを知った俺は教師になった。今度は自らが若い奴らにそれを教える番だと思ったからだ。だが俺の考えは否定された。最初に赴任した高校はあっさりクビになったよ。たった一発のビンタだけでな。なんでだよ。学校は教師に耐えることしか要求しないからさ。口で言ってもわからない奴には鉄拳制裁が必要だ。思いがある拳は必ず伝わる。それがなんだ今の時代は。拳自体を否定している。拳にも質があることを今の教育は分かっていない。こんな教育だからお前みたいなバカが生まれるんだ。そうかな。なんだ。殴りたきゃ殴りゃいい。それは人間だしよ。それにお前は実際強いわけだし。でも分からねえ。何がだ。なんで学校を辞めなかったんだ。自分の考えは通らなかったんだろう。お前に言ってもわからんだろう。教えてくれ、頼む。鉄拳制裁を否定されても、それでもまだ俺には信じていることがあったからだ。信じる？何を。自分の考え方は認められねえ。殴りたいのに殴れねえ。なのに何を信じて。うるさい。だからバカには理解できないんだ。バカが分かったような口を聞くな。
待て、黙れ黙れ、やめろ。でで やめさせろ。お前らの出る幕じゃねえ。なんか少しだけ分かったぜ。何？なんていうか、さっきから勝ったのに勝った気がしねえんだ。あれほどムカつくやつを思いっきりぶっ飛ばしたのによ、全然気分がパッとしねえ。それがなんでなのか、さっきはうまく言えなかったけど、けどそれは多分昔耐えてたあんたがどんだけすごかったのかって分かったからだと思う。今俺があんたにここで勝ったことなんて、それに比べりゃ大したことじゃねえって、そう思うとパッとするはずねえよ。どうした？まさかお前がな。そうか。なんだよ。さっき俺がそれでも信じてるものが何か教えてほしいって言ってたよな。ああ、最後に俺に残された手段は耐えることだった。どんなことがあっても耐え忍ぶことで何かを伝えようと決めたんだ。それが俺の信じたことだ。たった一人でもいい、いつかきっとそこから何かを学んでくれる生徒が出てくる日が来る。そう信じた。そしてそれこそが俺が教師を続ける目的になった。謝る。お前はバカなんかじゃない。もう一つ言わせてくれ。ありがとう。信じているとは言ったが諦めていた。でもお前は俺の考えを受け止めてくれた。聞いてくれ、人間とはな、耐えることからいろんなこと。違う、俺が最後に耐えたから何かを学んだって言いたいんだろ。それはちょっと違うぜ。俺は耐えたくて耐えたんじゃねえ。まあ確かに耐えたことであんたの気持ちも分かった。でもその前にあんたのその思いのある拳ってやつが伝わったから、だから俺は最後に耐えてみたくなったんだ。クビになったのかもしれねえけどよ、あんた間違ってねえよ。これまでで一番手こずったわね。いつまでも野獣のような戦い方じゃいつか負けるわよ。計画性なさすぎ。先行みたいな説教やめてくれよ。向こう先に行ってます。おう。心配して行ってあげてるのに。それはそうと、最後なぜガードしなかった？なぜ無抵抗のままパンチを浴びていた？おっさんのせいだよ。この間俺に言ったろ、真の強さには哲学がいる、それは経験が作るって。ああ、でもこれまでの俺はろくな経験してこなかった。だから少しでも体で感じてみたかったんだ。結城が言ってた、耐えるってことがどういうことなのか。そう、お前に足りない部分だったしな。俺に足りない部分？サキが言う通り、お前のファイトは野獣レベルだ。獣には選択肢が二つしかない。攻撃か退却か。目の前の敵が自分より弱いと思えば攻撃、強いと思えば退却だ。だがそれでは本当の強さは得られない。攻撃の反対は？退却？そうだ。では防御とは？ガードは攻撃じゃないから、それもやっぱ退却？違う。
攻撃の一部だ。つまり攻撃と同列だ。その両方を操れてこそ真の通算の条件が整い勝利が近づく。それを知らねばずっと獣のままだ。そして強い者はその両方を必死で経験し、あるものをつかみ目指す。戦いに勝つために最も大事なものだ。なんだ。たった一人でもいい。いつかきっとそこから何かを学んでくれる生徒が出てくる日が来る。そう信じた。そしてそれこそが俺が教師を続ける目的になった。目的？そうだ。目的が分かれば己と手段が見えてくる。自分が何をすればよいのかはっきりと分かる。どうやって勝つのか、何のために勝つのか、全ては目的。なんだ。合気道をやってたんだろう。ガード教えてくれよ。相当きついぞ。望むとこだよ。授業料ももらうぞ。またここへ来んだろ。そのつもりだったが、さっき考えが変わった。もう鬱憤を晴らす必要はなさそうだ。いつでもうちに来い。お前にだけは体で教えてやる。すみません、ちょっと会議が伸びまして。会議だと？蛇行系の舶来品の香水、どこの店の女だ？いや、竹さんの鼻にはかないませんね。課長昇進おめでとう。あの鼻垂れ小僧が一課長とはな。竹さんが鍛えてくれたおかげです。一課のマムシと言われるほどのしつこさ、粘り強さをね。もう15年になりますか。あの山もついに今年で15年。もうすぐ時効だ。本部が解散してからもしばらく経っちまった。部署を移られてからも地道に探られていると聞きましたが。急に呼び出したのもその件だ。実は今日例の犬から垂れ込みがあった。ここ数日こいつの姿を見かけないらしい。こいつが島に顔を見せないことは皆無に等しかったらしい。犬が言うには茎組か登場会に何かあったに違いないと。最近の犬の情報の角度はどうです？問題ない。数日前も奴らが仕切ってる風俗営業店の違法行為を垂れ込んできた。完璧な情報だった。おかげで難なく摘発できた。以前からガセは言いませんでしたものね。単なる偶然かもしれんが、何せ今年はあの山の時効の年だ。小さなことでもチェックしておきたい。はい。万一星だったら高飛びする可能性もある。空港などの手配今から可能か？もちろんです。俺はカムル署を徹底的に探す。昇進早々課長さんにはちと面倒をかけちまうが悪いな。いえ、あの放火事件は俺にとって特別です。自分が担当した事件であれだけは未だ犯人が見つかっていない。そうか、完璧主義のお前らしいな。でもあの頃はお前もまだ駆け出しだ。そこまで後悔することもないだろう。いえ、事実ですので。ましてや時効なんて屈辱です。しかしお前さんという人間もわからんよ。女好きのギャンブル好き、しかもどっちも強いって評判だ。
その上捜査の成績もダントツのトップ。すげえもんだな。いや、買いかぶりすぎです。